CDS からの命を受けて、私たち Q クラスの5人は10年で7人も消えた不可解な神隠し村失踪事件の真相を突き止めるため山奥の村を訪れました。旧日本軍の財宝伝説を追ってきたテレビクルーたちと共に古びた旅館梁山泊に宿を取った私たちは、翌日神隠しのごとく姿を消したレポーター畔上理央さんの死体を発見。この神隠しの謎を解くため旧金太一馬は氷炭村に残り、龍君と私は神隠し村に向かうことになりました。しかし今度はその神隠し村でディレクターの安西邦彦さんが空中にさらわれたとしか思えない謎の映像をビデオに残して姿を消したのです。ほらあそこ、あの小枝が積み重なってるところ、あの辺で安西ディレクターは空にさらわれたのよ。これが彼の言ってた障害物か。多分だけど、ここって人間を釣り上げられるようなものは何もなさそうだけど。そうか。え、リュウ君？この神隠しの謎を解くポイントは3つある。1つは、ビデオの中で安西さんが空にさらわれた時、かすかに聞こえた音。音？注意して聞いてごらん。本当だ。何か聞こえる。そして2つ目は、さらわれる直前、一瞬だけ懐中電灯に照らされて映ったこの杭だ。これ田んぼにロープを張る杭ね。でも今この辺りにこんな杭はないみたいだけど。そして三つ目のポイントは、メグ、君が見つけてくれたこの事件現場そのものさ。それじゃあ、ああ、これは神隠しなんかじゃない。財宝の在りかをネタにおびき出された安西ディレクターを空に舞い上げて殺害する恐ろしい罠、神隠しトリックなんだ。でもトリックだとしてもどうやって。もう一度この音を聞いて。そっか、トラクターのエンジン音だ。そう、犯人はトラクターを使って安西さんを一気に釣り上げたんだよ。きっとあぜ道に仕掛けがあって、小枝の障害物を避けるために立ち止まったところを見計らってトラクターで思いっきりワイヤーを引っ張った。さすがだね、メグ。ビデオに映った杭はその罠、ワイヤーが締まる仕掛けを地面に軽く固定するためのものだったんだろう。おそらく小枝の障害物も犯人が仕掛けた罠の一部だ。でもどこから釣り上げたの？確かにこの現場の上空には人間を釣り上げられそうな高い建物はない。だけどこうして周りを見渡せば、ほら、あそことあそこに2本の電柱。まさか。そう、ここにある2本の小枝をあの電柱に見立ててみよう。そしてこの五円玉は人間。こんな風に2本の電柱に細くて丈夫なワイヤーを渡す。その端をトラクターで引っ張ればワイヤーが張り詰められる力で人は簡単に釣り上げられる。こんな具合に。きっと犯人は仮面をつけて村人を装い、安西さんに嘘の財宝情報を教え、この現場におびき出した。そして安西さんが小枝の障害物を避け、ワイヤーの輪の中に足を入れた瞬間、そして高さに吊るされた安西さんは10メートルの高さから落ち、おそらくは即死だ。墜落現場は2本の電柱をつないだ中心、つまりあそこだ。血の跡だわ。上から泥をかけて隠した跡がある。どうやら間違いないね。なんて恐ろしいトリックなの。こんな恐ろしい殺人を次々とやってのける犯人って。メグ、宿に戻って村に詳しい人に応援を頼もう。え、なんだと？そんな、安西さんまで。村の人たちに遺体を探すのを手伝ってもらいましょう。遺体はそう遠くないところに隠されて。そんな必要はないですよ。え？大和田さん。悪いけど、さっき君たちが話しているのを立ち聞きして思い当たるところを探してみたんだ。そしたら
本当か？どうやら教祖様のお言葉通りになってしまったようですね。黒住さん、大和田さん、かつて信者だったあなたならわかるはずですよ。この村を仮面なしにうろついたり、神聖な疫神様の領域を犯すとどんなことになるか。元信者？大和田、お前、あなたも神隠しに会いたくなければ、もう一度疫神教に戻ってらっしゃい。修行をし直して許しを請えば救われるかもしれませんよ。バカバカしい。ん？レポーター殺しもこの事件も神隠しなんかじゃない。巧妙なトリックで仕組まれた犯罪だ。リュウ君、それどころか疫神教がこの事件に関わっているとしたら、あなた方が敬う教祖こそ真犯人かもしれませんよ。なんという罰当たりな。教祖様は常に壁の奥の何人たりとも立ち入れない神殿に住まわれている。そして決してこの神隠し村をお出になることはない。だから氷炭村で起こった事件の犯人であろうはずがない。こっそり抜け出したのかもしれないでしょ。トンネルの関所には24時間見張りが立っている。それに教祖様がトンネルをお通りになったことはない。他の人間のふりをして通ったのかもしれない。そもそもあなたはあの覆面の下にある顔を見たことがあるんですか？いや、しかし関所にはいつどこの誰が通ったか全て記録が残っている。君の言葉を借りるならアリバイのありなしはすぐに分かってしまうし、第一教祖様が他の人間のふりをして関所を通るなんてことはありえない。リュウ君、ちょっと言い過ぎじゃ。鎌をかけてみたのさ。どう出てくるか楽しみだよ。どうだカズマ、暗号の解読ははかどってるか？表情で察してよ。まだ解けないんだ。一応説明すると、僕の推理ではこの数字の一つ一つが日本語の50音を指しているんだけどね。1から48まであるでしょ。アルファベットなら26文字、韓国語のハングルなら24文字しかない。タイ語なら44の子音字と母音が32に4個の声調符号が加わるから、もっと大きな数字がいるんだよ。いつも思うけど、おめえってつくづく妙な小学生だよな。しかもほら、ところどころに括弧数字や丸数字が紛れ込んでいるだろう。おそらくこれが濁音と小文字。そこまで分かってりゃ解いたも同然じゃないの？ところが、真っ先にそう思ってあいうえおに数字を当てはめてみたんだけど、全然文章にならなくて、別のルートを考えてたらもうぐちゃぐちゃ。また悪い癖が出てんじゃねえのか？考えすぎなんだよ、いつもおめえは。どれ、あっくよ。ここは DDS1 頭の柔らかい俺様が。まあ任せておくって。これで画面を動かすな。なんだ、日本語で書いてあるところもあるじゃん。ちょっと何々、秘密文書ゆえ取り扱い注意。絵とか扱いって旧仮名遣いだよね。まあ戦時中の文章だからな。旧仮名遣い、そうか、いろはだ。いろは、金太どいて。あ、お。確かに金太の言う通りちょっと考えすぎてたよ。1がい、2がろ、3がは、4がに。解けた。やっぱりあゆえおじゃなくていろはの順で数字に変換された暗号だったんだ。え、嘘だろ、どうしたの？これ見てよ。どれ？おお、ひらがなばかりで読みやすいな。俺様ひらがな一番得意なんだよ。そんなことどうでもいいから読んで。わかってるって。なになに？大日本帝国陸軍は米英列強に対する最終手段として最近兵器の開発に着手し、砲奏の強力な兵…砲奏？砲奏って、おい、天然痘のことかよ。間違いないよ、旧日本軍はここで天然痘の研究をしてたんだ。天然痘の研究。天然痘は今でも大国の軍隊が密かに細菌兵器として研究を続けている最強最悪のウイルスだよ。じゃあ旧日本軍のお宝って。あの神隠し村の龍さんからお電話ですが。ありがとうミオさん。何かあったの龍？神隠しにあった安西ディレクターの遺体が見つかった。神隠しは巧妙なトリックだった。
犯人探しは一筋縄では行きそうにないよ。そう、こっちもすごいことが分かったよ。このひょうた村とそっちの神隠し村はどうやら旧日本軍が最近兵器の開発をしてた場所だったらしいんだ。最近兵器？例の天然痘か。どう思う、リュウ？液心鏡の仮面も天然痘、最近兵器も天然痘だ。やっぱり液心鏡も事件と関わってるのかな。そう考えるのが自然だろう。とにかく急いで警察に連絡してほしい。すぐに神隠し村に来てもらいたいんだ。リュウ君、どうしたの？リュウ、リュウ、リュウ、メグ。ねえリュウ君、私たちどうなっちゃうの？心配ないよ。仮面が不気味なだけで、むやみに暴力を振るう人たちはなさそうだ。何なんだよお前ら。テレビ局の人たちも。仮面取れ。落ち着いてください。おとなしくしてればこの人たちは何もしませんよ。やがましい。お前もグルなんじゃねえのか、大和田。お静かに。ここは聖域、教祖様の神殿です。黒住さん、私たちをどうするんですか？これからあなたたちのことについて教祖様にお伺いを立てます。お伺い？お待ちしておりました、教祖様。この者たちが仮面もつけずに村を歩き回っていたとの報告が入っております。どうか教祖様のご判断を。主王。かしこまりました。教祖様のお言葉をお伝えします。あなたたちはこの神隠し村から速やかに立ち去った方がいい。それが教祖様のご判断です。さもないともっと恐ろしい。冗談じゃねえ。仲間を二人もぶっ殺されたのに番組一つ作らねえで尻尾巻いて帰れるか。こうなったら宝もへったくれもねえ。犯罪とあてがみの弔い合戦だ。俺はテレビマンの名にかけてあんたら液心鏡の正体を暴いてやるからな。こんなもの、ひょうた村に戻って企画の立て直しだ。岩清水さん。悲しいことにまた氷炭村で神隠しが起こるそうです。教祖様、あなたはなぜ覆面や手袋をし手話で意思を伝えるんですか？教祖様に向かって何を？はっきり言いましょう。僕はあなたが2つの殺人事件の犯人だと考えてる。なんという。ちょっと言っちゃった。神隠し村で殺された安西ディレクターはもちろん、氷炭村で殺されたあぜ神レポーターについてもあなたなら殺害は不可能じゃない。顔も声も知られていないあなたなら全くの別人、例えばこの村の誰かになりすましてトンネルをくぐり抜け氷炭村で犯行を行い再び舞い戻ってくることは僕には十分可能に思います。言ったはずです。あのトンネルを通る者は全て関所に記録が残ると。あの後記録を調べましたが怪しい点は何一つなかった。はいはい、わかりました。教祖様はこうおっしゃいました。私を疑うなら気の済むまでトンネル入り口の見張り小屋で人の出入りを調べるがいい。私はこれから行に入り壁の向こうの神殿から一歩も出ない。しかし神隠しの名のもとに必ずや誰かが命を落とすだろう。また。まだ出ないの？うん。何度かけても同じだ。くそ、どうなっちまったんだよ、リュウとメグは。あ。今日このままで済むと思うなよ。
落ち着いてください、岩清水プロデューサー。岩清水さん、加賀美さん、神隠し村で何が。鬼神教の教祖とかいう人に村から追い出されちゃったから完全に頭に来ちゃって、ああなると手がつけられないんです、うちのプロデューサー。追い出されたって、じゃあデュアとメグは一緒に追い出されたんじゃ。お連れのお二人なら神隠し村に残られましたよ。どうして。天草様が教祖様を人殺し呼ばわりなさったので、疑うなら気が済むまでトンネルを見張っていいということになりまして。愚かなことです。お帰りなさいませ。ミオさん、後で私の代わりに神隠し村に行ってください。私は教祖様にここで神隠しを見届けるように言われましたから。はい。おい、見届けるってなんだよ。教祖様のお告げがあったんです。この村でまた神隠しが起こると。おいおい、あれは殺人だろ。なんか神隠しが起こることを当たり前のように言ってるよね。あの私何かお役に立てないでしょうか。リュウさんとメグさんのことも心配だし、神隠し村に行ったらお二人の様子をお知らせしても。本当、ミオさんありがとう。黒ずみさんがひょうたん村に行った後は誰も行き来なしね。ああ、だけどここで気が済むまで見張ってもいいなんて一体どういうつもりなんだろう。リュウ君が言ったみたいに教祖が真犯人なら、このトンネルを通らない限りひょうたん村で殺人はできないでしょ。そこが狙いだよ。もし第三の殺人が起こったとしても、僕たちがここで見張ってる限り教祖のアリバイは証明される。ってことはあの教祖、私たちまでアリバイ作りの道具にしようとしているわけ。おそらくね。しかしここを通らずにどうやってひょうたん村で殺人を。誰か来た。ミオさんだよ、旅館の。本当だ、着物じゃないから分かんなかった。こんにちは。いや、どうしたんですか、ミオさん。キューさんたちからお二人の様子を聞かせてほしいって頼まれてきたんです。キューたちから。みんなお二人のことをすっごく心配してて、あ、これ差し入れです。ありがとう。そういう格好してると何か普通の高校生みたいですね、ミオさん。え、そうですか。それじゃあ失礼します。あ、今なんかまたミオさん赤くなったね、リュウ君。メグ。ねえ、キュー、部屋に戻ろうよ。電話なんて鳴ったら部屋でもわかるじゃない。いいよカズマ、先に戻ってて。しかし連絡するって割にはちょいと遅いな、ミオさん。もう11時だぜ。まさかミオさんまで鬼神教の人たちに。カズマ、変なこと言わないでよ。どうしたの。いや、外に誰かいたような気がしたからよ。こんな時間に。ちょっくら見てくわ。誰だそこにいるのは。隠れてるのは分かってんだ。神妙に出てきやがれ。おこんばんは。なんだ、旅館のおばさんが。ってそんな物騒なもん持って何やってんすか。いやね、ちょっと朝食の仕込みを。はい。お。ごめんなさい、こんなに遅くなっちゃって。今別館のロビーです。あ、それよりリュウやメグは見張り？あ、黒住さんが言ってた。ええ、何時間も誰も通らないから退屈だって。あ、そっか。じゃあ元気なんだね。よかった。うん。じゃあ、例の空中神隠しはワイヤーで。はぁ、なんつう恐ろしいトリック。で、安西さんの遺体はどうやって見つかったの？遺体はカメラマンの大和田さんが心当たりがある場所を探して見つけたそうなんです。大和田さんは？村の人でもないのに心当たりのある場所って。あの人、鬼神教の元信者なんです。イメージ変わったからずっと気がつかなかったけど、確か3年前まで隣村に住んでて。そうなんだ。
ったの？ええ、撮影の下見かもしれませんけど、以前何度か村に来たことがあるんです。そう。何の音？2階の奥の方じゃねえか。行くぞ。何かあったんですか、Qさん？ごめん、ミオさん。またかけるよ。今の音。岩清水さんの部屋からだわ。岩清水さん、何かあったんですか？岩清水プロデューサー。岩清水さん、清水プロデューサー、包丁で一突きに。やはり起きてしまった。教祖様の予言された神隠しとはこのことか。今度は岩清水さんが神隠しにあったよ。下げんな。目の前で包丁突き立てられて殺されてる人間見て神隠しだぞ。あんたらの宗教は一体。やめなよ、キンタ。人に当たり散らしたって真相は分かりしない。この怒りは真犯人にぶつけるしかないんだ。急な。くそ、悔しいよ。事件の真相を突き止めてこんな殺人を起こさせないために来たのに、こんな目の前で残虐な殺人が繰り返されてるのに、まだ真犯人の見当もつかないなんて。だけどお前、絶対諦めない。これ以上犠牲者を出さないためにも必ず真犯人を捕らえてみせる。探偵が諦めたら事件は迷宮になんだ。超難関と言われる DDS の入学試験にチャレンジした俺は、一次試験でスクリーンに映った現場写真から犯人を推理する問題を解いて、メグ、キンタ、カズマと共に尾行を開始した。だがこれをクリアして決められた時間内に二次試験会場を探し出さなければ合格の望みはない。そして大丈夫？うん。小学生も大丈夫か？ついてこれるか？なんとか。サブラマリさん、 IQ180 の東大くんじゃないか。君たちもいたのか。ここまで来たの僕たちだけじゃなかったんですね。さすが東大。っていうのか、これって俺たちも東大生と同じレベルってことだよね。すっげー。そう？話の論点が違いますよ。大丈夫？捕まって。本来人の情けは受けないんだがね。まあいい、仮を作っといてやるよ。エグ、あんなのと友達なのか？あれ、犯人見えなくなっちゃったんですけど。やば、急がなきゃ。よし、走れ。おい、なんだよこの崖。あの男、あいつどうやって渡ったのよ。回り道はできそうにないですね。でも必ず渡る方法はあるはずだ。そうだ、いいアイデアが浮かんだぞ。何？まず剣道柔道空手合わせて10段のこの俺様が9メグ、カズマを向こうに投げ飛ばす。そんでもって、その後、俺が奇跡の大ジャンプをする。どうだ？明暗だろ？絶対無理。なんで？俺もパス。真面目に考えてます？なんだよ、合わせて10段、信用してないの？ねえ、聞いた。あの材木、崖の向こうに渡してみようよ。橋を架けるのか？
よっしゃやってみよう。山道で転んだ時骨折したかも。お大事に。そーらよっと。あれダメだ届かねえ。もうちょっとなのにな。材木の長さはどれも同じくらいよね。あ、そうか分かっちゃいました。あ、これは簡単な数学パズルの応用ですよ。いいですか？崖の間の距離を L として材木の長さを M とするとこんな数式が成立します。ですからこうやって材木を使うことによって崖の間に橋を架けることができます。すごい、さすが天才プログラマー。それほどのことでも。よし、じゃあそいつで行こう。できた！やったな。じゃあ僕がこの橋の安全性を確かめてあげるよ。あ、ちょっと。ふっとっとっとったよっはっとっと。皆さんお先に。何言われ。まあいいじゃん。この橋がちゃんと渡れるって確かめられたんだし。さあ、俺たちも渡ろう。それにしても高えな。下見ない下見ない。下見ないと危ないですよ。やったやった。なんか俺たち結構いいチームワークじゃない？みたいですね。このテスト、こうやって力を合わせて乗り切るってのもありかもな。さ、先を急ごう。よし、これで連中より一歩リードだ。お、追いついたぞ。ん？重量制限90キロ。使えるな、これは。これで合格者は IQ180 のこのサブローマの豊か様だけだ。お、よかった、今度はちゃんと橋がかかってる。だけどなんだか危なっかしい橋ですね。お、大丈夫みたいだぜ。これ見てみろよ。重量制限290キロ、4人いっぺんに渡っても大丈夫そうだ。早く追いかけましょう。よし行こう。でも一応一人ずつ渡った方が。そんなことしたら遅れちまうぞ。平気平気。ちょ、おい、なんだよこの音。大丈夫でしょうか。そう簡単に諦めやしねえはずだ、あいつらも。でももう二次試験開始まであまり時間がありませんよ。そうか、こっちも早く試験会場を探し出さないとな。急ぐぜ。あ、待ってください。よいしょっと。ありがとうメグ、
でもここどこかしら。大丈夫、多分そんなにキンタたちから離れてないと思うよ。急ごう。あ、うん。二次試験開始まであと30分ぐらいよ。どうする？うん、あ、見て。何？ほら、あそこ。あ、キンタさんのだ。キンタが目印を残しておいてくれたんだよ。よかった、私絶対もうダメって思ってても、これなら二次試験に。うん。おーい。あ、何今の。おーい、助けてくれ。こっちだ。おーい、君たち助けてくれ。どうしたんですか？ちょっと足を滑らせて落ちてしまったんだが、どうも足を折ってしまったようで動けないんだ。大変じゃない、助けなきゃ。待ってて、おじさん。どうしたの？尾行を続けよう、メグ。え？助けに行ってたら二次試験に間に合わないよ。何言ってるの？だからって怪我してる人を見捨てていくっていうの？うん。最低！見損なったわ。そんなにまでして Q は試験に受かりたいわけ？違うよ。ここは見捨てるのが正解なんだ。見捨てるのが正解？信じてよ、俺を。信じて。わかった。でも理由を教えて。うん、ヒントは2つで、今はそんなことする場合じゃないよ。とにかく行こう。うん。おい、君たちどこへ行くんだ。助けてくれるんじゃないのか。私だ。この辺にも目印つけておきましょうか。だら。よし、オッケー、行こう。現在までのところ第一試験会場からの最終ポイント通過者は3名です。たった今あと2名通過した。まもなくそちらへ向かうはずだ。了解、10分で迎えを行かせます。分かった。そうか、そういうことだったのね。そう、情に惑わされて真実を見失うなって、あれも試験だったんだよ。さすがキュー、私すっかり騙されるところだったわ。どうしたの？あのメグ、ちょっと先に行っててよ。どこ行くのよ。さっき泳いだら冷えちゃってちょっとおしっこ。先行ってて。もう早くしなさいよ。この音。間に合うか。水はおそらくここまで来る。なんとかもう少し上へ。君は。おじさん、早く上。来ませんね、あの二人。何やってんだよあいつら。試験始まっちゃうじゃねえか。あ、お、メグ。キンタさん、カズマくん。おっせえぞ。ごめんごめん。一人ですか？キュはどうしたんだよ。キュはまだ来てない？キュったらトイレって茂みに入ったままいなくなっちゃって、てっきり先に行ったかと思ったんだけど。腹でも壊したか？
やべ、時間だぜ。中に入りましょう。間一髪だったな。ありがとう。いえ、それよりおじさん、大丈夫ですか？ああ。君、名前は？キューって言います。キュー君か。はい。では、キュー君、君に二つ質問がある。え？一つ目は、骨を折って助けを求めているこの私を見捨てたわけ。二つ目は、一度見捨てておきながら、どうして戻ってきたのか。さあ、教えてくれ。はい。一つ目は、おじさんが骨を折って助けを求めてるんじゃないって分かったからです。おお、なぜ？だっておじさんの靴、裏に全然泥がついてなくて綺麗なままだったから。この靴か。はい。それって絶対変ですよね。こんな山道を歩いてきたはずなのに。だから受験生を脱落させる罠かなって思ったんです。なるほど。では戻った理由は？それはダムの放水のサイレンが聞こえたからです。俺ちっちゃい頃から山とか川で遊ぶのが好きだったんで知ってるんですけど、ダムの放水って突然川の水かさが増してすっごい危険なんですよ。だからおじさんが巻き込まれちゃうんじゃないかなって思って。だが君の言う通り、私が偽の怪我人だとしたら今頃一人で崖をよじ登って逃げていたんじゃないか。でもおじさんの靴、泥がついてないだけじゃなくて結構使い込んだ感じなのに、裏だけ全くすり減ってないじゃないですか。ってことはおじさんは普段から靴を履いてても全然歩かない生活をしてるんじゃないですか。例えば車椅子に乗ってるとか。もしそうだったらこんな崖を一人で登れるはずないと思って急いで戻ってきたんです。そうか、大した観察力だ。だけどこれで二次試験は完全にアウトだな。ここまで来て残念だけど。赤門、探偵が諦めたら事件は迷宮入りだぞ。え？諦めるのはまだ早い。おじさん、私はもう大丈夫だ。行きなさい。はい。キュー君か、面白い少年だ。なんだよこの人数は。一次試験の会場が他にいくつもあったなんて聞いてねえぞ。俺は絶対諦めない。帽子がないと調子が出ない。来るさ、奴は絶対。キュー、一体どこに行っちゃったのよ。ダメ、余計なこと考えちゃう。でも遅れてすいません。これはテストを受けさせてください。キュー、こいつめ、今頃来やがって。学ランと帽子見つけましたね。ああ、こいつのおかげで間に合ったよ。ありがとう。いかん、進め。カズマ君、へっ、あった。よかった、これがなくて調子出なかったんですよ。君、残り時間は10分足らずだよ。それでも受けるのかね。はい、だって探偵が諦めたら事件は迷宮入りですよね。そこ抜けのバカ、10分で一体何ができるってのよ。あ、ねえ、ここ空いてるの？あ、うん。そう、
テストどうだったんだ？ああ、完璧！バッチリ解決だよ。ええー、それじゃまさか。たった10分で全問解いちまったのか？うん、一問だけ。なんだ、一問だけ？脅かさないでくださいよ。仕方ねえよな。たった10分しかなかったんだし。ま、いいじゃねえか。がっかりすんなよ。がっかりなんかしてないよ。え？俺、今日一日いろいろやってみて、やっぱ探偵になりたいって本気で思えたから。それに、今の試験で解くことができた一問、すっげえ面白かったんだもん。それだけでも満足だよ。マジで満足しちゃってる。変なやつ。右に同じ。はあ、怒ってるだろうな、母さん。本気だったもんな。やっぱ怖い。母さんごめん。でも俺、早く中に入りなさい。夕飯できてるわよ。うん。来年も受ける？うん。やっぱ一問だけじゃ合格は無理だろうし。ねえQ、どうしてそんなに探偵になりたいの？それは前から言ってるじゃん。あの誘拐事件の時、俺を助けてくれた探偵のおじさんみたいになるのが夢だって。おじさん、俺何年かかっても探偵になるのを諦めないよ。いくら母さんが反対してもね。いただきます。キュー、はい、そうですが。君の言う通りだったよ、片桐君。確かにあの Q という少年はダイヤモンドの原石だった。ご自分の目でお確かめになったんですね。ああ、しかし彼は二次試験に遅刻した上、正解はたったの一問だったんでしょう。やっぱり命の恩人だからですか？私はそれほど甘い人間じゃないよ。じゃあどうして？彼がわずか10分で解き明かした問題は、このダン・モリヒコが現役時代に最も苦戦を強いられた難事件なんだ。もちろん問題には私が当時苦労して掴んだヒントもいくつか提示したが、今まであの問題を解けたのは彼の他はもう一人しかいなかった。それだけでも入学の資格は十分あるだろう。合格？信じらんねえよ。やったー！やったぜー！やったやったやった！あー！足、本当に！やっぱりあの人の子供ね。